皆さんこんにちは。今回の動画は新型アトレイ S710V の助手席フロントテーブルの製作動画です。助手席用フロントテーブルはこんな感じのテーブルですが、今回はラゲージボードの残り材を使用し DIY で一人車中泊用の大型のテーブルを作ることにしました。そらくん、チャンネル登録よろしくお願いします。材料寸法は 510mm×400mm の材料を使用します。まず最初に型紙を作ります。ドリンクホルダーの寸法は 120×100mm ほどです。これを毛がくのも大変なので紙で型紙を作りました。それを段ボールに転写してどんどん切っていきます。そして出来上がった型紙がこれです。いい感じにできたので木の板に転写してジグソーで切っていきます。まずは段ボールの型紙を木の板に転写します。定規を使ってしっかりと描きます。加工部分が少ないので作業は早く済みますね。それではジグソーでカットしていきます。撮影のため、反対側から加工しているので意外と大変ですね。次はこの鉄の部分を加工していきます。車に合わせてみます。いい感じにはまりました。買い物袋をかけるところもうまくカットできました。これで裏面に、外れ防止の板をつける必要がなくなりました。長さが 510mm あるのでパソコンなどの重量物は置けないので足をつけます。ここからは助手席フロントテーブルに足を取り付けていきます。矢崎加工さんのファイ28、ディレクタープラスチックジョイント、アイボリー、J103、S、IVO を取り付けます。
部品詳細は概要欄を参考にしてください。プラスチックジョイントの取り付けが完成しました。次は外周部に傷防止のフェルトテープを貼り付けていきます。フェルトテープはダイソーのテープを使います。フェルトテープの幅を半分にして板の厚みに合わせます。フェルトテープを側面に貼り付けていきます。これで完成です。